戦終了間近のこのタイミングで首位から陥落し2位になり 0.5 ゲーム差でヤクルトを追う立場になり、そして前半戦最終カードはヤクルト3連戦が相手本拠地で行われ、ここの結果次第では1位に戻ることも、また2位でゲーム差をもっと開けられて終えることも考えられる。個人の部分でも今村上と岡本の本塁打争いというものが繰り広げられていて、一時は10本差以上開けて岡本が上だったんですけど、直近で村上が打ちまくってること、あと岡本が打ててないこともあってか、その立場は逆転し、チーム個人ともにヤクルト抜かれ、そして前半戦最後このまま抜かれたままで終えるわけにはいけない。全て追い越していきましょう。1試合目まずはチームのチャンスに注目して、幸先よくチャンスで打って勝つという流れを作りたい。いきなり来た岡本の打席、1本差で負けてる現状を追いついて、そして追い越すことはできるのか。ほんと直近で打ててないから打率の下がり方がえげつない。ホームラン打ててないこともそうなんだけどね、2割5分4厘で2割5分すら切ろうとしている。それでもここまでの活躍があるからいいけど、いやこれからも打ってくれないと。岡本が打って丸が打ってたから勝ってたチームですよ。その2人が打たなくなるのであれば、それは負け出すよね。実際負けてるし、直近で今3連敗中じゃなかったかな確かね。バットフレーズ、お前が打たなきゃ、お前が打たなきゃこのカードだって勝てないんだから、お前で打つ気でいたんだけど打てず、その代わり村上を打つ可能性もあるけど、村上も打率低いよね。だから共に30本以上打っている、ペース的にかなりハイペースで50本も狙える2人ですけど、打率は共に2割5分うろちょろしてるっていう。このペースで打ってる選手って普通打率もついてくるはずなんですけどね、その普通がない現状。これはおーちない。門脇が状態いいのでスタメンで起用しているが、打つ分は全くできてない。守る分に関しては坂本と比べても全然守備はいいし、まあこれからの選手ですから、そういう意味ではまあ成長を促すために起用は間違いではないが、ただ打てないのはあかんやん。こうやってチャンスでごちゃごちゃわちゃわちゃしてると、村上あたりが一発打つ可能性もあるし、それ以外もヤクルト強力なんでね、あの下位打線の数字はあれですけども、上位は強力、特に3番4番。これは互いにそうですね。互いの3番4番が強力で、ほら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 、こうなった。追いかける立場なのは、この試合もそうらしいですね。3点差取れるかな？チャンスがなく、相村上のホームランで33本目。何もかも差を分けられていってるけどね。もちろんこのカードが終えた時にも差が空いてるんでしょう。チームの順位的にもな。全くチャンスというチャンスがなく、ようやく来たが、8回の5点差で何やることがあるのか俺には全く意味がわからない。そして門脇に変えて坂本が出てきてる。変わらなくていいんだけどね、別に。今日は坂本の休養日だよ。こんなゲーム展開で出てきたって意味ないだろ。お前ちょっと考えろよ、原監督って思うんだけど。しゃあないわな。出てきた以上はお前で打つしかなくて、こんな点差でもね。このロドリゲスにいきなり完封食らうの？リリーバーも出されず負けたら2戦目以降もっと勝ちづらくなるけどな。それって大変なんで、こいつは引きずり下ろして誰か一人でも出させましょう。ただこんな点差で出てくる投手なんで、勝ちパターン投手は出てこないですけどね。はい、残念。取れる範囲に飛ばして、このチャンスでも得点は取れず、このまま負けてしまうのか。はい、中村にまでホームランおまけで打たれました。そのおまけいらないんだけどな。求めてたおまけじゃない。おまけの中身が知りたくて。いや、全然知りとうないよ。6対0の完封負け。現在4連敗中。どこまで負けていくんでしょうかね。この流れを止めるのは誰になるのか。次戦の先発は赤星ですね。いや、戸郷がいけるので、戸郷にいてもらいましょう。結局、この男の活躍なくしては勝てないわけなので、もう戸郷に止めてもらうしかないんですよ。前半戦ズタボロで、最後までズタボロなことも予想されるが、いやいや最後くらいまともであれば、梶谷の状態が悪いのであれば、あまりスタメンって1日で変えることなかったんですけど、今日は変えてみてどうしようかな。でも代わりの選手がね、まあ、超の起用するんですけど、センター守らせられないから、センター丸、その丸も守備範囲は狭いんだけど、超のもそのまま2番で起用してみようか。初めてかな、超のスタメンで今度起用するな。どうであれそれが当たってくれたらいい。次のゲームではチームのチャンスとピンチ両方に注目して、今日負けたらもう前半戦首位返り咲きはないわけですから、負けたくないから戸郷を起用し、3戦目はまた別のピッチャーということになりますけど、そのために起用したお前がまた裏切ることなんてないように、ほんで早めの得点を取るチャンスは来るので、それを打って、あとは守るだけに切り替えていきましょう。この場面に関してはちょっと警察が働いてるんで嫌な感じもするが、まあ、とりあえずバットに当てて、嫌な当て方だけはしないようね。繋ぐ形で。お、チーンない、いいところにね。流れが悪いとね、これが全部ファールになるんですよ。ほんで、バットにしまいに当てたら、併殺とかね。まあ、これはボテボテすぎたが、ゆえに助けられたって感じ。ワンとランナー、二塁三塁。ここもバットに当てればって感じでもないな。足遅いからね、どっちも。ウォーカーは早いけど。この打球正面で、ホームは、ホームは、ホームは。はい、鈍速。遅すぎる。トロ臭すぎる。この世で最もトロトロ、トロトロ、トロトロ、トロトロしてる岡本がいて。で、打ったはお後ろもトロトロ、トロトロ、トロトロ、トロトロしとるからね。平均的なプロのアスリートの走力も持っているのであれば、余裕でセーフ
ーフなんですけど、こいつの場合余裕でアウトになんねえ。貯金で打ててないことも影響やから、その走力のなさもヘイト溜まってきとるで。過去の貯金とか関係ないから、プロ野球選手143試合もあるんだから、その143試合の今打てるかどうかが重要でしょ。お前が打ってないから負けてるのが続いていて、今日負ければ5連敗ですよ。戸郷は抑えてくれてないですね。ピンチを作りましたとさ、まあでもピッチャーのところなんで、ね、それくらいはね抑えてくれよっていう話で、そもそも1は打たれて、ランナーは変えて、イエーイ、この1点で負ける、いや1点で止まらない、この後も続かれていく、エースが4番がダラ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 と不甲斐なさすぎて、まあこんな感じで負けていくチームになってるんですよ。元通りというか、まあ現実的になったというべきですよ。リアルなジャイアンツは勝ててなかった。ここまで勝てていたことがこの物語おかしくて、収束してるだけ。もうシーズンは中盤ですからね、全てが収束していくんですよ。個人の成績もチームの成績もな。どこまで落ちていくんでしょうかね。ある意味楽しみですね。地の底まで落ちていくジャイアンツを見ることになるのであれば、それもそれで面白いかな、なんていう楽しみ方はいらない。また下位打線のところでピンチを作ってくれる戸郷がいて、そこからやらないように1点だけで終わりましょう。長岡にも打たれないように、なんか簡単にバットン当てられてますけどね。なんで初球からこんなポン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 当てられるのかようわからん、ようわからんことが立て続けに続くが、で全然キレのある球だけは反応してこないっていうね、すごく矛盾を感じるよ。取れる範囲で助かった、やらなかったね、で良かったねじゃなくてね、取らないと追いかけてる立場なのは変わらない。2試合続けて追いかけるのか。ホームラン塩見にね、まあ打たれるだろうと思っていたので驚きは特になく、点差2点3広げられましたとさ、いやまだ言うても2点しか与えてないやんじゃないやん、えは4点目まで与えました。いや2点でもあかんかったんやけどな。岡本のホームランが生まれ、これでまた再び本塁で争いは1本差になって、チャンスをここで作ってワンアウトランナー1塁2塁で、とりあえず打たないとダメな状況なので打ちましょう。今日負けたら首位返り咲きがなくなるんで、これ第3も送っておこうか。中、あーでも試合終盤中田いるから送れないかな。まだ言うても回は7回でしょ。この後の展開も考えたら中田残しておきましょう。ここでの代打はなー、なんか使いたくなるようなやつがいないんだけど、重信でいいかも。第3要因だけど今日は状態の良さもあるし、とりあえずバット当てて繋いでいきたいところ。なんとかだね、やっていこう。ピッチャーの星も状態悪いですし、チャンスはあるぞ。当て方が史上最悪すぎて、得点は取れず、ランナー満塁のチャンスは引き続き継続も2アウトで、当て方が最悪すぎたんだからちょっとは学習しろよ。そんなとこ振りに行っても何も出ないぞ。でそこ振りに行ってアウトになって差し込まれて、ちゃんちゃん。残すは9回、そこでひっくり返すしかないんですけど、そこの9回のチャンスもあったね。さあ作った、一発が出たら同点ですけど、一発を狙うのではなくて1番の吉川で繋いでいく。相手ピッチャー元ジャイアンツの田口からやらないとダメなことは変わり映えがない。今目の前に立ってる相手がどうのこうの関係ないですよ。もうこっちが打つか打たないか、それだけの問題なんで、できたらいい、やらなきゃダメ、やれない、うん無理っぽいですね。さあ追い込まれた、追い込まれた、追い込まれてから何をできると言うんでしょうか。そこから本領発揮なのか、それとも簡単に終わらない、終われない、終わりたくない。ウォ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 、カットしてるんじゃなくて前に飛ばせてないだけで、当てた打球は、うん、ちょうど取れる範囲に飛ばしてアウト。これでチームは5連敗ですか。どこまで続いていくんでしょうかね。もちろん今季初めてですよ、ここまで負け越すのは。だからこそメガホンを作れるようになって、流れ空気を変えるためメガホン今更作ってもしゃあないんですよね。これメガホンって作ると翌日選手の状態が上がるんですよ。翌日試合ないですから、これ今作らず7月22日に至るまでのどこかのタイミングで作りましょう。今作っても何のメリットもない。それよりもこの5連敗を止めていかないと、次負けたら今季の最多で状態が悪い、連敗続くとこういう感じになるのよ。先発の今村から状態悪いのであれば、もう赤星、いやじゃなくて菅野でいいかな。小田に関しては門脇をスタメンに使うくらいで、それ以外も特に変えず、最後もチームのチャンスとピンチ両方に注目していきますが、守ること打つこと両方できなかった先ほどのゲーム、最後くらいやって勝てんのか、この連敗止めれんのか。力ないからヤクルト負けていて、ヤクルトは力あるから俺たちに勝っていてね。残酷的な映像をお届けしてますけど、最後まで残酷的にことは進んでいくのか。チャンスは確かに作れてるんだけど、そこからの一打が全く出そうな気配がないんだよな。いい加減出したいという気持ちはあるが、うん、ここでも雑な凡退だね。初球何も考えずに振りに行ってね、さあ何も考えてないんでしょうね。ボケと生きてるからこんなしょうもない打球しか打てへんねんな。で岡本で打てたらそれでいい、手が取らないと。相手4番が打ってるから相手は勝ってるんで、こっちの4番だって打てば、うん、打ったよね。さっきホームラン打ったけど負けたよね。エースがそこまで打たれとるからね、炎上しとるだろうね。だから負けたんだよ。でもその不甲斐ないエースは今日いないから、あんなもの使わないから。もう使うけどね、うん、使わないと言いつつ使うんですよ。翌日にはケロッとしてますから。
またしょうもない全部が全部打ち損じで、打ち損じるスポーツでは決してないので野球って。なんでこんなにも打ち損じてしまうんだろうね。もう勝つんだったら守るしかないわ。どうせ大量得点は期待できない。奇跡的に取れる1点、それを守るしかないことは分かった。菅野智之、状態の良さを生かして抑えてくれてる。やっぱ今の時代も菅野智之がエースなのは間違いないですね。って褒めてる矢先にピンチを作ってくれるのはご愛嬌。そこから抑えたらいいだけの話じゃない。行きましょう、冷静に。 OK、 連敗を止めるのはかつてのエースだった、そして今のエースでもある菅野智之。数字でももう戸郷より断然いいんですからね。うん、こっちが少なくともエースですよ。お前がエースなんだよ。そのお前でよし、このピンチは抑えて5回までは取るまで行ってもらおうかな。ただリリーバーが使える1日だからこそ他の投手もいっぱいに使っていきましょう。菅野を固執する理由はない。4回に来たチャンスも2アウト、先頭バッターが出塁した流れで簡単に2つのアウトを奪われて大城回ってくる。その大城がデッドボールで門脇にランナー満塁のチャンスで回ってきた。さあ見せられるか、門脇の力をね。オーケー、新人の一打でこの連敗が止まるって、それ最高じゃない。見たかった光景。いや、そこに至るまで負けてないことが最高で、そこに至るまで門脇が打ってくれてることが最高だったんですけど、通り今ここで打った。この一打によって連敗を止めていかないと、さっきも言った、もうこれ以上の得点正直見込みない。じゃあ守ることに意識を持っていった方がいいかなと思うので、この後チャンスに関してはやらずピンチだけに注目していく形を取ろうかななんて思ってますけど、とりあえず菅野の打席でできることがあるのであれば何かやれるかな。やれない。切り替えていきましょう。ここから先はピンチ。もちろん状況が変わればチャンスに注目することはあるが、そうならないためにピンチに注目していくんだから。はい、最悪な形。3、4番にフォアボール、ヒットで繋がれる。あのね、そこだけ抑えてくれたら、あと全部俺がやってもよかった。お前はそこだけ抑えてくれることを求めていたのを、そこだけに打たれて。ここから俺が抑えていかないとダメ。やらないとね、やらないと、やらないと。初球ストレート、これ左に対しての分の悪さがある菅野なんでね、正直ヤクルト打線は結構苦手、左バッターが多いじゃないですか。あとはいえとそこは言い訳せず、菅野でまだいけるとこだと思う。いや、振ってもいいし、ストライクでもいいと思うんですけどね、きっちりボールって言うのは厳しい社会やな、ここって。全部ボールって言うつもりやな。うん、しゃあない。じゃあ、インコーススライダー。はい、フォアボールが続いて、ランナー満塁のピンチ。2点取った直後にこれですか。菅野らしくない。かつての菅野ならこんなピンチ絶対作らなかったし、そしてかつてならこんなピンチを作っても抑えていた。今の菅野はどうなんだろう。満塁男が発動してる西田。初球のスライダー、ちょっとコースは甘かったけどね。うん、まあいい。高さが甘かったけど、まあいいわ。次、ストレート。アウトコース全部ボールって言われるスポーツならもうやめろ、やめよ、もういいわってなっちゃう。スローカブ合わされてー、えらく後ろにいてー。さあ、すべてを台無しにしました。ピンチに切り替えた。意味がなく、何のために切り替え注目したんでしょうかね。結局守れない、だから6連敗。なるほど、納得です。行きましょう、菅野智之で。どうしようもない流れですね。打てない、守れない、走れない、何ができるんだこのチーム。まあ負けていくチームですからね、何もできていかないんでしょうね、きっと。リアルがそうだったんだから、この世界だってこの後もそうですよ。負けていくチームってそういうこと、何もできないから負けていくんですよ。悲しいですけどね。ノリノリの選手が打席に入っているところ、ここはダブルプレーで同点止まりで、いや待って、この後もチャンスに注目していかないと、というかむしろチャンスに注目すべきですよ。この後梶谷に回るところなので、もうピンチ一回やめましょう。チャンスに注目して、チャンスは広がらず、ないんだそれ。ほんで菅野は5回を投げ切ってくれましたが、はい、中田のホームラン、ナイス。これでまた守ればいい状況になったので、チャンスやめ。ごめんね、さっきからあっち行ったりこっち行ったりしてますけど、守るんですよ。守らなきゃ勝てないんだから。菅野の打席回ったとこ変えましょう。もう今日はこれでいい。秋広で打ってくれねえか。おっ、あー、もう1点2点プラスであったらよかったんだけど、ここで井上、あの状態の悪さもあるんで、別にお前じゃなくてもよかったような気がする。サナタンダン対してアウトを奪ってくれたが、村上に対しては投げなくていい。状態絶不調やで。こんだけ選択肢があって、なんでこのピッチャーわざわざ使うんちゃう話ですけど、メンデスでいいや。ここは任してみて、そのメンデスで抑えてくれました。いいぞ、この後もいけるな。もともと先発で使ってた投手ですから。はい、打線は得点を取ってくれたので、あとは守ればいい。こんな点差になってもこんなピンチを作るの？ヤクルトって油断できないよ。一回火がつくとバゴーンってなりますからね。今バゴーンってなろうとしてる過程の中に今やってるんじゃない？あ、どっちわかんない。とりあえずここやろう。代打の川端、怖いですけど、怖いんですけど、その怖さを乗り越えた先にある勝利をつかみ取る。よし、よしじゃないな。これ犠牲フライが成立する飛距離なので、得点が入ったということは相手能力が上がるということになるんですよ。一発も考えられるし、あとウォーカーに対する守備固めも早くも送っておきましょう。早くもって遅いけどな、むしろ今このタイミングで送るの。守らなきゃダメなんだこれ。塩見初球注意ですよ。すごく打つモードあると思う。ギリギリいっぱいのスライダー、それは打てないよな。でギリギリいっぱいのストレート、それも打てないよな。そしてギリギリいっぱいのサークルチェンジ、決まってたらね、なんかいろいろとあったんでしょうけど。インコースのストレート、クロスファイヤー、正面ついて、
このピンチを耐えしのいでさ、あと2イニングでこの連敗が止まる。いや、何も快挙な瞬間じゃないし、気持ちいい瞬間じゃない。ここまで負けてることがおかしいからね。前回の広島戦、そして今回のヤクルト戦と、前回広島相手負けてなかった、順位の入れ替えがなかったんですよ。でも負けてヤクルトにも負けてるから、ここまでの差が広がって、どうするこの後。いや、守るんです。打つことはもうやらなくていい。点差は4点差あるんだから。ピッチャーが勝って中が大勢という流れ入りましたね。勝ちパターンのサンタナホームラン打たれて3点差から打たれることはなく、いいですよ。最低限守ってくれたのであれば。そしてこのままの流れで最後9回やっていきましょうかね。前半戦を締めくくる戦いになるわけですから、その最後の瞬間も俺の手で締めくくりたい。6番から始まるところ何の意識もないですよ。3点差もあるんだから、ここまで頑張ってくれた大勢。ただ直近投げるゲームなかったね。感覚が空いた久々の登板になりますけども、まあでも関係ないから、いけるいけるいける。このまま大勢で締めて前半戦。決して気持ちのいい終わりではないですけど、ただ負けて終えるよりか連敗で終わるよりかマシでしょ、うん、だからちょっとマシな世界を作るために大勢に注目して最後締めくくる。ボールが随分と暴れてるが大丈夫ですか。池取りに行って、もう最後は決め球のフォークで弾き返されていても簡単に。で、中村大使投げて、さらにさらにさらにつながれない。おこナイス、ライト、ライアンライトじゃない、一塁、おうどー、落ちるかどうか微妙なとこだったからね。おこえの守備範囲がゆえに取れた、ナイス。おこえはね、前半戦の割りかし早い段階に守備固め要員として挙げて、今もこうやって起用していて、打つことも悪くはないですよ。途中で出てきてこの数字であれば悪い印象というものはないですし、まあでもあくまでも守備固め要員なので、あのようなプレーであのような守備範囲を見せてくれるのであれば、現役ドラフトで加わった意味はもうすでにここにある。あと一つは長岡から奪うことになるのか。ノリノリだからな、これがちょっと厄介で。まあこいつにも打たれた戦いだよな。過去2戦は最後まで打たれないように、全然ボールは反応しない。ノリノリになると視野が広がるから選球眼も増えるんだよね。まあでもそんなものは関係なく、なんとか前半戦勝って連敗は5でストップ。6連敗は回避だからいいねじゃないよね。もっといろんなやり方があって、ここまで首位できたんだから、直近まで首位だったんだから。ただ直近の連敗によってこうなって、求めている終わり方でも世界でもないですけど、とりまほっとしましょう。この連敗を止められたこと、そしてまあ打線が最後爆発したこと。菅野今季5勝目がつきましたね。が不甲斐ないピッチングをして連敗に絡んだ中、菅野で勝てたのであれば、やっぱ今の時代も菅野がエースで、やっぱこいつをエースに見せてこれからも戦っていくのがベストじゃないかなと、そういう気持ちになりました。できればこのゲーム岡本にもホームランが生まれておけば、その差詰め寄って33本で共に並んで終われたんですけども、残念ながらやはり1本差で村上がトップで前半戦終了で、また前半戦が終了した時点でチームの順位は2位に落ち、1位だったんですけどね。物語の開幕から直近まではずっと1位で来てただけに、このタイミングで2位に落ちるというのがやっぱ今季のジャイアンツの弱さ。チームの投手成績、野手成績を見ていくと、まず投手の部分はリアルほどひどくはない。やっぱリアルはよく打たれてた印象があるので、それと比較したらまだマシかなと思うんですけど、でも決していいわけでもないでしょう。打つ方に関してはチームの OPS はトップなので、そこはいいですけど、これもねちょっと打順の並びとかも変えていった方がいいかな。あまり変えてないんですよ選手の並びって。基本同じ並びとかね、また1試合ごとに変えることもなかったんですけど、後半戦に関しては状態に合わせてとか、そもそも数字に合わせてとか変えていく。あと個人成績では誤算が2つあるんですよ。いい誤算と悪い誤算。それはもう数字見たら分かりますけど、いい誤算っていうのは丸岡本の活躍。まあ岡本はリアルで活躍して能力が高い選手ですから、ここまで打つ理由も納得なんですけど、丸よね。能力とかから見ても分かんないんですけど、でも打ってる事実は変わり映えなく、ほんと全盛期以上の活躍をしてくれる。こんな丸がいながらも2位で終えてしまった。前半戦首位になれなかったのは誤算の一つでもある戸郷、山崎、伊織、この2人のせいですよ。能力に対して数字ズタボロ、特に戸郷はね。この誤算のせいもあってか今に至って、この戸郷がこれから先もいるのであればまずいですね。もう逃げた敗北も目前にあるわけですけども、それをクリアしちゃってその先も負け続けるのであれば、一つ言える、この先1位に返り咲くこともまた2位をキープすることすらできなくなると。前半戦の成績を見て変えるべきところは変えて、後半戦迎えていかないとダメなので、起用チェンジといきたいんですけど、ただ投手に関しては変える必要はないでしょうね。先発は相変わらずこの6人でいいです。戸郷の復活も待つし、グリフィンに関しても数字はいい、負けてますけど、ここも変える必要はないし、菅野も山崎よりも引き続き先発で、今村とかもまあさほど悪くもないのでこのまんま、赤星もそうですね。リリーバーに関してもどうせ下にはしょうもない選手しかいない。まあ一度使ってみたらね結果違うのかもしれないですけど、今のところ早急に変えるような選手はいないわけですから、そこも変えず、もちろん守護神も変えず。変えるとしたらやっぱベストオーダーっすよね。1番の吉川直樹、あと2番の梶谷、結構打ってた記憶もあるんですけど、この辺が全然仕事してくれて
てないんですよ。これを別に上位に置いておく理由はないから、吉川に関しては2番でいいけど、ただ梶谷に関してはもうスタメンから外す。それこそ秋広を再び起用していくのもありじゃない。もともと打ててた選手ですよ、リアルでは。んで、この世界ではね、ちょっとあまり打ててはないですけど、能力はある選手なんだから、少なくとも後半戦梶谷を起用するよりか、こっちがもしかしたら打ってくれて、さらに覚醒とかもあるかもしれないし、こうなってくると外野がファイヤーフォーメーションになって大変なんだよね。もう消去法的に丸をセンターで起用していくしかないし、秋広もそのまんま1番っていうのもな、一番向きな選手がいないんすよね。それこそ吉川直樹がそういう仕事してくれたらよかったんですけど、それがないからな。いっそのこと丸これだけ打率高いし、もう1番で出塁してもらうっていうのもありだよな。3番にウォーカーと行きたい。あ、ウォーカーでいいかな。ウォーカー行って4番岡本和真、そこは変えず。で、5番以降に関しては秋広はここで、まあでも秋広5番でいいかな。で、6番中田、ホームラン打ってるけど打率は低いが、まあでも他に代わりはいないわけですから、もうこのまま起用していくのがベストでしょう。大城に関してもホームラン打ってくれてるが打率の低さもあるが、キャッチャーということを考えたら十分な攻撃力は持ってくれてるので引き続き。で、坂本に関しても最近ちょっと数字上げてはきてるんですけど、それでもリアルで見せたあのね、輝きっていうのはなく、この世界ではこのままもう引退してどうぞみたいな世論になってる部分もあるんですけど、引き続き起用。まあ門脇との併用ですね、状態に合わせてといった感じで、並びを変え、また起用する選手を変えることが後半戦どう出るのか。もちろん悪い方向に進むようであれば、丸は早急に3番に戻そうと思うし、それ以外の選手も変えようとは思うんですけども、それはやってみないと、使ってみないとわかんない。さあ、シーズンの後半戦は7月の22日から始まり、その模様は次回からお届けしていくことになります。前半戦も多くの戦いの模様を投稿し、まあいろんなことがありましたし、感情的になったこともありました。で、後半戦はよりなっていくでしょうね。なぜなら優勝 A クラス入りを最低でも目指してるわけですから、いろいろと思うこともあるし、爆発する感情とかもあるだろうし、でもその先にある目標をつかみ取ることができたのであれば、このシリーズはそれでいい。物語はまだまだ続いていく。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。